競技は一定のルールに従って優劣を競うこと。日本語では英語のカタカナ表現のコンペティションも使われ、日常的にはむしろその短縮形のコンペが使用されることが多い。競技とは一定の規則に従った状態で何らかの技の優劣を競うことである。競う内容は様々で限定はない。例えば何らかの技術であったり、身体的な能力等々である。 大事戦は、陸上競技、手残競技などの表現を挙げている。競技で競う人を競技者という。競技には、様々な分類法がある。例えば、個人の優劣を競う、個人競技とグループの優劣を競う、団体競技に分類する方法がある。また、室内、屋外で区分し、室内競技、屋外競技に分類する方法もある。競技者の年齢で分類し、ユース競技、 シニア競技などに分類する方法もある。なお、遊びやレクリエーションの分野の文献では、技の優劣を競う遊戯とも説明されているが、プロ化が進んだ分野においては参加者がプロフェッショナルの職業生命や、それによる収入をかけて、競技を行っている場合もあるので、そのような場合の競技会というのは、遊戯とは程遠い雰囲気となっていることも多々ある。 競技を行うための会あるいは、都度よ、競技会という。外来語を好む人は、コンペという。何らかの主催者によって、競技会が計画されることもあり、その場合、あらかじめ日程を決め、あらかじめ参加者に告知し、予定日に人々が集合し行われる。規模が大きい場合や、競技種目が多数に及ぶ場合は、競技大会、大会、選手権大会とも称される。 その分野の協会や競技管理運営団体によって認証されるものも多い。ルール違反を行った場合、失格、退場などと判断され、それ以降の競技出場停止となる場合もある。本戦と予選に分類されることがある。競技会はエリアの広さで下記のように分類することも可能である。各スポーツ競技について国際的に統括する団体として、 国際競技連盟がある。とう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 。上に挙げたのはあくまでスポーツ系の競技のほんの一部である。スポーツの種類の数だけ競技があると言っても差し支えない。オリンピックやパラリンピックでは複数の種類の競技が行われる。ビデオゲームの大規模な競技会の最初期のものとしては1980年に あたりが主催したスペースインベーダーの競技大会、スペースインベーダーズチャンピオンシップがあり、全米から1万人超が参加した。近年、世界で大規模な競技大会が行われているゲームとしては、EN、ドタ、リーグオブレジェンズ、カウンター、ストライク、コールオブデューティーなどがある。とう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 。大事戦遊びの 来時点日本レクリエーション協会監修東京書籍1989年 P56 ホーニアスペースインベーダーズチャンピオンシップオーガナイズドバイアタリイン1980ありがとうございます